皆さん、こんにちは。本日は、数1の整数部分二重混合というものをやっていきたいと思います。こちらは、まあ、ルートなどを活用した、やや8点目な内容になっておりますので、しっかりとついてきてください。それでは始めていきましょう。では、早速、整数部分と小数部分、こちらについてやっていきたいと思います。早速、ルート3ですね。こちらというのは、まあ、人並みに溺れや、ということで、えー、こういう数字になります。で、この整数部分って言われたら、はい、1ですね。 では小数部分はっていうふうに言われたら、まあに、0.732... ってなりますが、まあ、数学であまりこの点点点って美しくないんですよね。なので、この小数部分をどうやって表すかということについて考えていきたいと思いますが、はい、そもそも、ルート3の整数と小数足したらどうなるかというと、ルート3ですよね。じゃあ、小数部分どう表せるのって言ったら、はい、ルート3引くルート3の整数部分、つまり1。こういうふうに表すことができます。 はい。つまり、A の小数部分って言われたら、A、A-A の整数部分っていうふうに考えることができます。では、早速、例32です。 ルート5の整数部分と小数部分を求めよう。はい。この整数部分を求めるためにどうすればいいかということですが、えー、これ、はい。整数の何と何で挟まれるかというのを考えてください。まあ、ルート4とルート9で挟まれるのがルート5。ということで、はい。ルート5の整数部分。まあ、2と3の間ってことは 2. 点ほにゃらら。つまり、整数部分は2とすることができます。はい。そしたら小数部分引くだけですね。ルート5、元の数から整数部分2を引き算することによって小数部分を出すことができる。以上です。 では続きまして二重混合というものについてやっていきたいと思います。はい。一般的にまあ A と B0 よりも大きいときに、はい。このルートのやつを展開すると、はい。こんな感じになって、まあ A、A プラス B プラス2ルート AB。こういう形にすることができます。で、こちら、はい。両方にルートをつけるとこんな感じになります。 で、事情のルートっていうことは結局これ取れますんで、こういう感じですね。はい、ルートの a プラス b プラス2ルート ab って形が出てきたら、ルート a プラスルート b。今回両方ともプラスだからそのまま絶対値とかなくて、えー、このまま外すことができます。という、こういう式形成り立ちます。はい、つまりまとめるとこんな感じですね。ルートの a プラス b プラス2ルート ab イコールルート a プラスルート b。えー、ルートの a プラス b マイナス2ルート ab イコールルート a マイナスルート b。 で、こちら、まあ、どんな感じで使えばいいかなということで、早速、例33やっていきたいと思います。はい、次の式の二重混合、ね、二回ルート使われているものを外して簡単にせよという問題です。はい、こちらですね。えー、どうすればいいかというと、はい、要するにこれって、足して7。はい、かけて10になる組み合わせを考えるというふうに考えてください。そしたら、じゃあ何があるかというと、はい、A の値が5、B の値が2。A の方が大きいという前提条件を忘れずにしてくださいね。 はい、そうすると、はい、これ計算して、ええー、まあ、計算っていうかもうそのままですね、ルート5プラスルート2とすることができます。で、一応この A と B って、実際に言われてることではないので、まあ、私はカッコで書いてありますが、まあ実際に多分まあ、途中式いらなければ、まあそのまま普通に書いちゃっていいのかなーって気はします。では、カッコに、はい、これ2、2ルートホニャララって形になってないので、まずはその形に直してあげましょう。ルートの8マイナス2ルート15。はい、そしたら今回は足して8かけて15ですので、はい、 5と3。つまり、はい、ルート5マイナスルート3。特にマイナスの場合、これ逆だとね、その全体の答えマイナスになっちゃうんで、おかしくなっちゃうんで気をつけてくださいね。大きい方、ちっちゃい方って考えてください。では次、はい、3番、ルートの5プラスルート21。そもそも2ないじゃん。これ無理じゃねっていう時どうすればいいかというと、無理やり作ってください。2ルート A。2分のっていう風に直すと無理やり作ることができます。そしたら今回足して1 0けて2 1ですので、A が7、B が3。 はい。つまり、ルート2分の、はい。上が、ルート7プラス、ルート3。あとは、有利か、ルート2で掛け算してあげて、2分の、ルート14プラス、ルート6とすることができます。それでは、今回のまとめ、問い21、22やってみてください。では、解説いたします。問い21です。ルート10は3と4で挟むことできますので、整数部分は3点ほにあらる。つまり、3。小数部分は、ルート10から3を引いた、ルート10-3とすることができます。では次2番、次には、 はい、2番。ちょっとややこしい形になりますが、まずはしっかりとこんな感じでゆりかしてください。えー、で、そしたらどうするかというと、まずルート3が1から2だよっていう風に言ってて、今回は2プラスルート3の整数部分、小数部分求めたいので、じゃあ2プラスルート3、はい、無理やり作っちゃいましょう。つまりこれ、この式に全部に2を足し算すれば、こんな感じになりますよね。で、そしたら整数部分、はい、3と4に挟まれてるってことは3。 じゃあ、総数部分どうなるのというと、2プラスルート3から3を引き算してあげればいい。つまり、小数部分はルート3-1とすることができます。問い22です。括弧一1。はい、この式。はい、足して4かけて3 3と1ですね。ルート3プラスルート1。ルート1はしっかりと直してあげてください。では、次2番。はい、このパターン。はい、2ルートって形に直してもらって、はい、えー、足して7かけて6ですので、はい、6と1。ね、ルート6-1。では、問い3です。 ルートの11プラス4ルート7。これは、まず2ルートをほにゃららにしたいんで、まあ2が邪魔になりますんで、2を中に入れちゃいましょう。そうすると、2の2乗で4になりますので、7×4 で28。つまり、ルートの11プラス2ルート28ってなります。すると、はい。足して 11×28。7と4ですので、こういう風になります。で、しっかりと直してあげて答えになります。はい。で、最後4番。 ルートの3マイナスルート5。はい、え2分のにし直してあげて、こういうふうにしましょう。そしたら、上の部分に注目すると、a が5、b が1っていうふうになりますので、ルート2分のルート5マイナスルート1。まあ、ルート2で掛け算すればいいので、2分のルート10マイナスルート2とすることができます。本日は、整数部分、小数部分や、二重混合についてやっていきました。まあ、こちらの少しね、応用したケースっていうのも入手で取られることございますので、しっかりと押さえておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。